勝負。まさに力と力のぶつかり合い。壁を赤いラインまで押し切った者が勝利。グリズリーの闘争心をかき立てるためボブサップの体に生肉を巻く。それでは行こう。第1ラウンド勝負開始。圧倒的なグリズリーの力に防戦一方のボブサップ。すごいな、やるんだね。それこそ獣の狩る姿。やはり人の力では歯が立たないのか。そしてグリズリーが押し切って勝利。第一試合ボブサップ完敗。それにしても驚くのはグリズリーの闘争本能。これが陸上最強生物といわれるゆえんか。さあ、そっちじゃない。勝負がついたにもかかわらずボブサップを威嚇するグリズリー。立ち尽くすボブサップ。興奮冷めやらぬグリズリー。一方この男は、Listen, I told you. Let's start it again. Let's start it again. I won. But no, a friend. You understand? それでは第2ラウンド。この2戦目でボブサップが負ければグリズリーの完全勝利。瀬戸際のボブサップ。うわ、来た。完全に野生の血が目覚めたグリズリー。こうなってはそのパワーは計測不能。もはや何が起こるかわからない。人が勝つか、クマが勝つか。いざ勝負。興奮しているグリズリーが強烈な一撃。爪をねじり込ませる。一頭に耐えられるケージが揺れる。そしてこの後、我々が予想だにしなかったことが起こる。これが本物の野獣のパワー。人類はとてもじゃないが太刀打ちできない領域。人 VS クマ、結果はクマの完全勝利。